最近エプロンを新調しました。まこです。今日はね、長年使っておりました南部鉄器のフライパンが焦げ付くようになってしまいましたので、こちらのフライパンのお手入れをやっていこうと思います。こちらのチャンネル、胃腸が弱い食いしん坊による食いしん坊のための食に関するチャンネルとなっております。ラーメン、簡単料理、お取り寄せなどね、お得なグルメに関する情報をあなたにお届けしますので、もしよろしかったらチャンネル登録をお願いします。というわけで頑張るよ。フライパンにお水を張りまして、これをね、沸かしていこうと思います。何これ、謎の何かが浮いてますね。これ油汚れ、一旦流しますね。流します。さよなら。じゃあ亀の子たわしで磨いていきます。外側の焦げ付き的なものはヘラで取っていきます。ヤスリで磨いていきます。もうね、2時間磨いてます。はい、2時間磨いてね、こんな感じ。全体をね、この銀色ぐらいの輝きにしたいので、明日も続けていこうと思います。今日のところはここで終了だ。2日目いきます。秘密兵器、ゴム手袋必須です。耐水の紙ヤスリ必須です。さらにね、クレンザーということでやっていく。2日目はこんな感じで、まあ、理想としては全体的にこの銀色の感じに磨き上げたいなという、まあやれるとこまでやっていく。はい、今日も磨いていこうと思います。
今日はこんなもんで終了。はい、磨き始めてからね3日ぐらい放置してました。錆びちゃってます。というわけでもう今日はね磨いて、まぁ、ちょっとまだまだな部分もあるんですけど、一旦仕上げてこっかなみたいな感じで頑張っていきます。はい、というわけで、まあ、私なりに頑張って磨いた結果ここまでいけました。このね黒い部分もね割とツルツルしてるんで、まあここさえねスベスベなら大丈夫かなみたいな。なお裏は適当になっております。というわけで火を入れていこうと思います。じゃあね火を入れていきます。色がねだんだんと変わってくるので赤茶色、青白、全体に白くなる感じ。いきます。一旦このまま冷まします。フライパンもね冷めましたということで、サラダ油で油ならしやっていきます。油ならし5回目。はい、じゃあ最後にくず野菜をフライパンで炒めていきます。いこう。私の中でフライパン磨き OK です。最後に目玉焼きでも焼こうかしら。